埼玉県立春日部東高等学校は埼玉県春日部市にある公立の高等学校である。1977年に開校した埼玉県立の男女共学校で市内では少ない普通科のある県立の教学校である。また県内高校で唯一の学科である人文科を設置している。普通科は2年次から進路規模に沿って文系コースと 理系コースに分かれる。人数によっては、3年時に国公立大学進学クラスが編成されることもある。人文化は、文系の勉強に適性のある生徒を対象にした私立文系特別進学のための学科である。1年時は、普通科とほぼ共通した教養科目を履修し、2年次から文系の専門科目を履修する。専門科目は、各自の志望や興味、関心、 修熟度に合わせて科目を選択できるようになっている。受験対応の授業をはじめ、各自のテーマで論文を作成する。キャリアデザイン、古典文学研究、国際関係、世界文化史など大学での学問、研究の入門的な授業や少人数授業、論文作成なども多く取り入れている。1年次の東京遠足、2年次の関西方面の修学旅行、 三年次の東京ディズニーリゾートの遠足などがある。また、人文化の希望者は二年次の夏季休暇にオーストラリアでの海外研修に参加することができる。人文化で欠員が出た場合は普通科の希望者も参加することができる。以前は中国研修旅行を実施し、中国の高校生との友好を深めていたが、半日デモの影響から二千六年からの三年間は、 限定的に行き先をオーストラリアに変更。通学路より校舎を望む部活動では、主に陸上競技部が活躍している。関東大会以上の大会出場が決まると、全校生徒による壮行会が行われる。ソフトテニス部があるものの、公式テニス部はない。校内にプールがないため、水泳部もない。総部から36年間で、関東大会に35回連続出場。 全国大会に32回出場している競合。インターハイ、国民体育大会、日本ジュニア、日本ユース選手権などの全国大会で多数入賞し、4名の全国優勝者を輩出している。OB に川内祐希がおり、部員数は100名を超える、甲子園出場経験はないものの、2001年の 第83回全国高校野球選手権、埼玉大会では、決勝で、花咲得意に1から0で敗れ、準優勝となった。2009年の第91回埼玉大会では、ベスト4に進出した。2006年と2012年に、春季関東地区高校野球大会に出場したが、いずれも1回戦敗退となった。部員数は80から90名で、 陸上競技部に次ぐ多さとなっている。2010年に校舎から徒歩約3分の場所に第2グラウンドが完成し、投球練習スペースのブルペンも整備された。卒業後、ほぼ全員が4年生大学への進学を希望している。2006年には開校以来初の東京大学合格者があった。例年、国公立大学には20名前後合格している。 また、私立大学では、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学に、毎年10名前後合格している。他の私立大学では、明治大学、法政大学、学習委員大学の合格者が多い。2016年度は、早稲田大学の合格者が、県内公立高校の中では多かった。また2017年度は、国学院大学の合格者が際立って多かった。さらに時系では、 東京理科大学や芝浦工業大学へ合格している。ありがとうございます。